はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、楽天モバイルの話題になります。今回のテーマはアマゾンモバイルね、アマゾンモバイル買います、ありがとう、ね。昔からね、言われている、これね、楽天モバイルが誕生する前から実は言われていることなんだね。あのどうしてダメだろうね、こけるよ、ね、あのアマゾンどこが、吸収する、ね、でアマゾンが一番いいっていうね意見に達しました。その当時ね、まあ、ちょっと皆さんのコメントをいただきましょう、ね。はい、見てみましょう。まずね、竹蔵さん、身売りはあるかもしれないけど消滅はないと思うね。もう絶対絶命の楽天モバイルね。で本当にね、なんとかえもんのあの関連だと楽天証券もダメとかね、まあ、ありとあらゆるものが今楽天グループがやばいね。で、まあ、いろんなもので成長してきたけど、まあ、一気にねバランスよくこういければいいけど、まあ、極端なんだよね、どれもこれもね。なのでやっぱり整理をしなければならない時がやってくる。あの巨大化し続けられる、要は膨らみ続けられるものってこの世に存在してるのかっていうと宇宙だけなんだよ、ね。宇宙だけはどん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 こう広がっているっていうね、無限に広がっているっていう。宇宙以外は広がり続けられるものって必ずない、存在しない、ね。どっかで整理しなければならない。だからその時にもうやめますっつって、もうとりあえず全部もうやめるっつってもう消滅ね、楽天モバイル自体が消滅で、楽天モバイルのお客さんが、まあ、各自三大キャリアにね分散していけば、まあ、元に戻る。で楽天モバイルの存在は何かというと通信費を全体的に下げたね、その役割をしてくれた大きな貢献がねあった。まあ国としても海外に比べて日本の通信費は高いってね、調査でねその結果を出しながら言ってたんだよね。まあ結局楽天がね、まあちょっと活躍してくれたねっていう。じゃあ楽天にとってじゃあこれがじゃあマイナスになるのかね、消滅してしまったとしたら何も残らないのか、そんなことないよね。伝説として残る。楽天は昔モバイル事業もやってたんだよね、でもこけたよねっていうね。あの楽天ですらやっぱり難しい、それぐらいのやっぱ業界なんだよねっていう、その伝説があるね、その楽天っていう。だからそこのチャレンジしたことに対することはなかったことにはならないので、そこは消滅しないので、だからね、まあ、今後いろんなものにはねプラスになっていくんではないかなと思いますね。かつてね、なんとかいものライブドアの時にね、球団買おうとかね、テレビ局買おうとかね、ああいうのにチャレンジしようとしてたっていうね。まあ、まあ、チャレンジはしてなくてこけてるけれどもね、一応チャレンジはしたのかな、ね、チャレンジはしてこけたんだね。でも、まあ、あんまり大きくパッとこうなってないけど、楽天モバイルの場合は一応モバイル事業を立ち上げてね、こけてるんで、だから、まあ、一応やるだけのことはやった、全力投球してやってダメだったっていう形になるんで、まあ、どっちにしてもマイナスにはないね。みんな日本国民はみんな認めてくれるよね、それについてね。おじいもだから結果的には楽天モバイルが失敗に終わってしまっても、それはマイナスの意味の失敗として取らないよ、頑張ってくれたねってね、おじいはもう功績として称えたいと思いますね。でじゃあ身売りはあるかもしれないね、これはねもう一件意見が来ています。はい、白梅さんね、楽天モバイルはよくて身売り、下手するとなくなるかもしれませんね。
基地局にお金がかかるもの、三木谷氏の考えが甘かったと思いますねっていうことで、でやっぱ良くて身寄りで、この楽天モバイルが事業を広げるのに、その楽天モバイルの基地局問題でいろんな各地域で住民とトラブルを起こして、で基地局が撤退してるね、ところも結構たくさんありました。そういったニュースがね、ネットくぐればいっぱい出てきて、おじいも取り上げたことがありましたね。でこれはね、楽天だけじゃないんだけども、例えばね、 4G の基地局を作りますよって住民に説明して、でそれにちゃっかり 5G にそのまま置き換えるっていう、そんな話は聞いてないよ。 4G だったらいいけども 5G だったら、いやそれは違うよっていうね、そこは認めないよっていう、そういう人たちもいるわけでね。無知な住人に対してこう騙して基地局を広げてるのが通信業界なんで、なんでそういうのをちゃんと知ってる人がいる地域は反対したりするよね。で楽天モバイルの場合は、まあ、いろんなことでトラブルを起こしているので、まあ、そういった意味で、まあ、基地局がなくなっているのもある。ただその楽天モバイルの今ある基地局ね、でこれが例えば郵便局のところにねくっつけるとか、まあ、あとあとこう簡単というかあんまり支障がないものは別として、じゃあ今あるものをほとんど曲がりしてるところが多いよね。いろんなビルだとかそういうところが、でそこの基地局が、まあ、跡形もなくなくなる、なくすっていうのはすごい簡単なんだよ。で楽天モバイルが土地を買って、そこに要は基地局鉄塔を建てるなり施設建てるなり、そういうものをバン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 って増やしているのかというと、そうではないしね。それはお金かかるから、すごい安いものをパン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 ってね、くっつけてってね、なんだっけ、フェットシムだっけね、名前なんだっけね、あんなものをペペペペペンってくっつけて、やっているっていう、まあ要は通信業界から言うといい加減なものね、おもちゃみたいないい加減なものをパン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 ってやって、まあ、それで間に合わせようとして、で経費がかからず大きく儲けようっていうね、小魂胆だっつってね、まあ、そんなお話もあったよね。でもそうしてやってるから安く提供できるんだよっていう、その他の三大キャリアはこれだけのお金をかけてこんだけ儲けているっていう、で楽天の場合はこれぐらいしか経費をかけないから、まあ、こんぐらいもらえばいいよねっていう、同じだけ儲かるよねっていう、まあ、こういう事業なんで、楽天モバイルが他の企業と、ね、三大キャリアと同じようにお金を取っていたら、このぼったくり率がものすごい、こんなこう幅が広がるわけでね、まあ、それをやってればあっという間に元は回収して即刻黒字になるんだけど、そうは問屋が下ろさないっていうね、まあ、ゆくゆく目的はそこなんだよ。結局他の三大キャリアは1個に対しての基地局がすごい100のお金をかかってたとしたら、楽天モバイルはね、本当その数十分の1くらいしかポンってお金がかかってないっていうね、年間のコストに対してものすごいお金がかかってないっていうね。だからここのとこでプラス社会心をゲットして同じぐらいシェアが取って、そうすれば値段も横並びぐらいにどうして戻すんだろうねっていう皆さんの意見がスタートする前からあったでしょ。それをやったらここの利益率がものすごく高くなるんだよね。本当だから三木谷さんのね、今年だっけかね、社長のこう値上げ中止っていう、でその前の1年前に言ったらじゃあいいじゃないですかってね、まあ、そんな、ね、まあ、ひらめきでやってもいいような去年の発言があって、でなんか後からどうのこうのってね、そういうなんかトラップみたいなね、今やらないっていうね、今やらないってことはじゃあやるつもり満々じゃないかって当時言ってたら、1年経ってそれをやったっていうね。だからね、もう全くその値段は上げないとかね、マックスに切っ張った言いつつも、そこでまた変えると思うんだよね、意見がね、このころ意見がっていうか、もう戦略だからね、いかにその時に騙すか。じゃあ言ったことを実行してなかったら詐欺になるけども、一応ほんの1日でも2日でも
その値段でやっていたら嘘じゃないわけだから、ね、0円って言ったら0円で仕方期間があったでしょって嘘ではないっていうね、ただあの0円とかってやるともうとんでもなくお金をかけていないのにそのいろんな人たちが口コミで要は宣伝効果ね、これがお金に換算したらもうね何億ドルどころの詐欺ではないよね。本当もっと天文学的数字だぐらいの効果があったね。で噂とか検索してもじわじわじわやっとそれが残ってるネットタトゥーで残ってるわけなんで、だからあの楽天の評判みたいないい評判みたいなのがもうネットタトゥーで残ってるわけだから、それ1年でパイハイやめましたって言っても検索すればあの昔からアクセスが多かったいい噂がバーっていっぱい出てくるわけだね。だから悪くガーンってひっくり返ってもあの知らない無知な人たちが調べて出てくるのはいいものしか出てこないっていう、こういうものすごくちょっと最初は経費というかね、ちょっとお金かかるかもしれないけどその何億倍もの要は宣伝効果を得ているっていうことなんだよね。まあ今回はね、じゃあ消滅ね、例えば KDDI にねそのまんまくれてやるぐらいだったら他に売るぜとかね。でその要は楽天モバイルの基地局が今のまま使えたらじゃあ KDDI としても都合がいいのかっていうとそんなことないね。だって楽天モバイルの基地局がなくても十分自前だけで十分やってるわけだから、KDDI のエリアが行かないところで楽天モバイルだけ使えるなんてそんなエリアがないので、だから邪魔なだけだよね。だからそれいらないよね結局ね。だからそういうメリットはないんだけども、逆に KDDI でくれてなるものかっていうね、そうなった場合どこに行くのっていうと Amazon モバイルが我々にとって一番都合がいいっていうね、そういう結果になるんじゃないかなと思います。で Amazon モバイルになったらあのプライム会がね、要は特典として無料でくっついてくるってなったら、いやこんなに嬉しいことはないよね。だっておじいとしてはね、あの Amazon に頑張ってもらいたいなと思うんだよね。Amazon Japan 5子会社だっかね、合同会社だか何会社だっけね。ただそんなアマゾンが確か今赤字になってるんだよね確かね。でも赤字になったと言ってもそれまでの大黒字から見たらちっちゃな赤字なんで、でたこ焼きストックはいっぱいあるから、あの楽天モバイルがこれからかけなきゃなんない経費とかね、プラス社会心をじゃ手に入れるためにじゃあどれぐらいねお前が払えよってなったとしても、アマゾンだったら楽勝でお金が出てくるよね。本当だね。これアマゾンモバイルになったら喜んで使う人多いんじゃないの？ね。だから一緒のことをこの楽天グループ全部アマゾンが引き受けてくれればね、とりあえず三木谷さんはとりあえずね堀江門みたいにまた一からやり直しなんか他のこと始めて。で楽天グループ全部アマゾンに譲ってしまえば、とりあえず楽天銀行もアマゾン銀行になってね、まあ、楽天市場いらないよねって感じになるし、楽馬とかもいらないよね。あれかアマゾンはヤフオクみたいなああいうのがないからね、ショートバンクに、負けちゃうから、楽天のああいうのをもうちょっとこううまく利用できるようにねしてくれれば、アマゾンモバイルの会員だったら手数料無料とかね、そういう風にしていろいろできればいいよね。アマゾン以外にさ、ここが要は買ってくれたら都合がいいよねっていうところある他にね、お金があり余ってるところでできるところってあとどこだろうね。自動車会社ね、トヨタみたいなところがで買ったらどこのことにならないだろうし、ね、鈴木だったらいいね、鈴木ね、鈴木ね、鈴木モバイルでもいいと思わない？鈴木モバイルになって全部鈴木の会員になってね
そしてあの鈴木市場ね、鈴木市場からあのいろんなものが買えるようになってね、いいじゃん別に鈴木プライム会員でね、いろんなサービスの特典が受けれてね、だあのアレクサも全部ね、アレクサだっか、アレクサだよね、グーグルは非グーグルだもんね、だアレクサもさね、鈴木くんにすればいいんだよ、ね、鈴木くんテレビつけて鈴木くん電気消してあと日本中の鈴木くんからあの訴えられちゃうかもしれないけどね、名前を変えろっつって、ね、だからあの鈴木くんやめてあのおじいにすればいいんだよね、うん、あでも おじいパシリに疲れたね、おじい電気消してへいへいってピチってねおじい電気つけてへいへい消したらダメだよ、何ボケてんだよ、つけるってね怒られちゃうね本当。はい、それだけでね、元気なおじいとしては過去にユーザーさんが一番願っていたあの楽天モバイルがね、あのいよいよ実現するよっていうスタートする前にあのどうせ潰れるよね、その時にどこが買ってくれたらいいっていう時にアマゾンがいいよねって言ってたんだよ、ね、皆さんの意見はどう、どうしてお待ちしております。はい、それだけで長いとまたねみんなに文句が出るから短めに終わりたいと思います。またね、バイバイ。